俺の名前はヨータ。社会人として働いています。そんな俺には付き合っている彼女がいるのですが、その彼女のわがままが最近ひどいのです。最初は可愛い女性だと思っていたのですが、付き合ってみるとわがままばかり。人の文句をずっと言っていたり、自分が一番偉いと思っているような発言がちらほら。正直このまま彼女と付き合っていくのは厳しいと思っていました。別れ話をしようと思ってはいるのですが、なかなか話を切り出せません。そんな彼女との LINE がこちら。仕事終わった？玄関で待ってるから早く来て。足痛いから早く来てね。ごめん、まだ終わってない。今日は一緒にご飯行けそうにないから別の日にしよう。は？なんで？マナとご飯に行きたいっていう男はいっぱいいるんだよ。それでわざわざ一緒に行ってあげるって言ってるのに。行ってあげるって、俺たち一応付き合ってるだろ。でもマナモテるもん。いつだって他の人からアプローチされていること忘れないで。早く来て。だから無理だって。仕事が終われないんだから帰れない。なら私が他の男とご飯に行ってもいいの？そのまま何かあるかもよ。勝手にしろ。お前がそうしたいならそうすればいいだろ。何その態度。マナと付き合えてるありがたみちゃんと分かってる？こないだも合コンわざわざ断ったんだから。付き合ってる人がいるのに合コン行くのは意味がわからないだろ。別に威張ることじゃない。何も分かってないんだから。ならいいよ、ご飯はまた今度で。そうしてくれ。代わりに愚痴聞いて。ミキなんだけど、あの子また地味な服着てた。あんな地味な服着るなって注意してあげたのにだよ。私の忠告も聞かないなんて本当にバカな子。自分が好きな服を着てるんだからいいんじゃないか。別に変な格好してるわけでもないし。いや地味すぎでしょ。黒とか白とかベージュばっかり。顔も地味女なんだから服装ぐらいもっと可愛くしないと。俺にはそこら辺よくわからない。友達の服装とかそんな風に思ったことないし。友達じゃない。あんな地味なやつ友達と思われるだけで不快。そんなこと言うなよお前。ミキちゃんとは同期でいろいろと助けてもらってるだろ。マナが助けることはあっても助けられることなんてないけど、マナのおかげであの子は一人ぼっちにならずグループに入れてるんだから。そんなこと言ったってお前こないだ助けてもらってたじゃん。いつ？締め切りの案件忘れてたとかで当日に仕事を終わらせなきゃいけなかったやつ。マナだけじゃ終わらないところミキちゃんに手伝ってもらったんだろ。ああ、あれ、どうせ家に帰ってもすることないんだし、マナの手伝いができて幸せでしょ。家で無駄な時間を過ごさないで良くなったことを感謝してほしいくらい。何言ってるんだ。そんな風に思うのは良くない。実際そうだな。あと今日面白い話聞いたんだった。面白い話？マナの先輩にハルミさんっているの分かる？分かるよ。ハルミさんとは前からいろいろ仕事を教えてもらってて結構仲いい方だから。ああ、それでか。道理でね。なんだよ。ハルミさんの年齢知ってる？確か37くらいだったか。うる覚えだけど。惜しい。36になるんだって。私より7個も上。それがどうかしたのか。なんでいきなりハルミさんの話が出るんだ？ハルミさん、あんたのこと好きなんだって。マナとヨータが付き合ってることはあんまりみんなに知られてないじゃん。隠してるつもりもないけど。ハルミさんが俺を好き？そう、ウケるよね。マナたちと年の差7個もあるのに好きなんだって。マナが彼女ってことも知らずに話してた。そうなのか。この間飲みに行った時にね、好きな人がいるのかって話になって、ずっと聞いてたら答えてくれたんだ。でも7個も年下だし、噂で彼女がいるって聞いてたから諦めるって。そうなんだ。そんな風に思ってくれてるなんて知らなかった。大丈夫だよ、ちゃんとマナが言っといたから。何を？ハルミさん、年の差ちゃんと考えた方がいい。どう考えても不釣り合いだし、おばさんにしか見られてないと思いますって。
お前、そんなこと言ったのか。お世話になってる先輩にそんなこと言う必要ないだろ。だって実際そうじゃん。それにもっと女性らしい格好でもしないとババアに見えますよ、とも言っといた。本人に向かってそんなこと言ったのか。言ったよ。それなのに私は自分の好きな格好をするからいいんだとか言ってた。せっかくマナが助言してやったのに、あのババア。だからそんなこと言うのやめろって。だってあの人性格悪いじゃん。私嫌いなんだよね。優しいですみたいな感じでいつもニコニコしてる。わざとらしいの。俺もお世話になってる人だけど、そんなことない。はるみさんは本当に優しい女性だ。ババアの肩持つわけ？先輩だからって無理に立てなくてもいいんだよ。そうやって周りをバカにするのやめろ。説教はいらないから。それで面白いのがさ、はるみ先輩最近告白されたらしいよ。まだの助言を聞いて、やっぱり7個下なんて無理だよねって言ってた。告白された人のこと、もう少し考えてみるって。マジか。そうなんだ。あんな奴に告白する人がいるとかマジでウケる。マナが男だったら絶対無理。ああ、俺も絶対無理だな。そんなこと言ったらダメでしょ。いくら地味なババアだと言っても、一応あんたのこと好きなんだから。俺が無理って言ったのはお前のことな。俺たちもう別れよう。はあ？いきなり何言ってんの？前から考えてた。お前のその人をバカにするような態度とか、自己中なところとか、もううんざりだ。終わりにしよう。なんでいきなりそうなるの？何言ってるか分かってる？もちろんちゃんと分かってる。はるみさんは前からお世話になっている人で、いろいろ相談してたんだ。もしかして、あのババアのこと好きとか言わないよね。それでマナと別れるとか言ったら許さない。まあ、そんなとこ。さっき、お前の話を聞くまで気づいてなかった。優しくて頼りになる人だくらいに思ってたんだけど、他の人に告白されて、その人と付き合うと考えたら耐えられない。あんた何言ってんの？七個も上なんだよ。マナよりそっちに行くっていうの？そうだ。お前と別れたらちゃんと気持ちを伝えてみる。普通に考えてありえないじゃん。マナの方が可愛くて、性格も良くて、スタイルもいいのに。どこも負けてないのに。お前のその自信はどこから来るんだ。確かにお前は可愛いってみんなから言われるのかもしれない。でも正直顔なんて見慣れた。はぁ？何言っちゃってんの？それに性格もスタイルの良さも、はるみさんの方が上だ。自分の性格を見直した方がいいぞ。なんで、なんで、なんで？なんでマナが振られて、あのババアが付き合えるのよ。見る目なさすぎ、ババア戦かよ。確かに俺の見る目はなかったかも。お前みたいな奴と付き合っちゃったんだから。それと俺は、どちらかというと、若い子の方が好きだ。でもそれを全部差し引いても、はるみさんと付き合いたい。それぐらいお前は負けてるんだ。嘘だ、嘘だ、嘘だ！ありえない！とりあえずそういうことだから、今までありがとう。ちょっと待ってよ！あんな女に負けるなんてプライドが許さない！いい子にするから、まだ付き合おう！もう無理だ。お前は可愛らしいから、いろんな男が寄ってくるんだろ？その人たちと付き合えよ。ちょっと待ってよ！嫌だってヨウタ！こうしてマナとの LINE は終わりました。後日ずっとダダをこねるので、最後に話し合いをし、きっぱりとハルミさんを好きになったから別れてほしいと伝えました。マナは顔を真っ赤にして激怒。その後、俺はハルミさんに告白をして、嬉しいことにハルミさんもそれを承諾してくれ、付き合うことになりました。マナは頭に血が昇っていて、何も考えていなかったのでしょう。俺を取られたと会社で言いふらし、俺とはるみさんの交際関係はみんなにバレることになりました。ですが、誰もマナの肩を持つ人はおらず、同僚からは賢明な判断だとまで言われました。マナはバカにしていた年上の女の人に彼氏を奪われたと噂が広がり、おとなしくなりました。皆さんも、こんなわがまま勘違い女には、ご注意を。ご視聴ありがとうございました。動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。